どうも、スターアイランドです。今回は、ポテポテ、というゲームをやっていきます。開始早々 BGM と画面のギャップがすごすぎる。それでは、やっていきましょう。どうやらこの少年がプレイヤーのようです。名前がポテタなのがじわる。ポテポテは、学校で噂になってるお化けのようですね。じゃがいものお化けとか今まで聞いたことないわ。扉が勝手に開いてる時点で嫌な予感しかしない。早速閉じ込められるのはホラーゲームの定番ですね。この時点で入ったことを 90% くらい後悔してそう。ここで操作説明が出るということは、ここから動けるのかな？動けますね。動作チェックし終えたので、早速ドアに入ってみます。で、出たー。普通に怖い。まるで本物のジャガイモの写真に怖い顔を描いたかのようだ。追いかけてこないんかい。あれ、いなくなってる。部屋から出てすぐ入って即ゲームオーバーになると思ってたのに。特に調べられるものはないか。じゃあ他のところも探索してみよう。階段は、梁があって進めないようです。綺麗なお花が咲いてますね。と思ったら意外な場所で何か発見してしまった。なんでそんなところにジャガイモが。いやいやいや今の絶対初見じゃ逃げ切れないでしょ。あまりにも突然すぎる。次は花を調べてみます。おい何勝手に押しとるねん。しかもどう見ても花だし。あれ？階段にあった梁がなくなってる。じゃああれは全くの無害だったということか。それでも何が起こるかわからないスイッチを普通に押す主人公勇気ありすぎだろ。あとこのゲーム、ホラーゲームと聞いていたのですが、正直予想以上に怖くないですね。二つ目の部屋に入りました。ここにもジャガイモ発見。私の予想、左か。まんまとやられたぜ。他にもいろいろ調べましたが、特に何もなかったので階段のところに行きます。2階にたどり着きました。究極の癒し、セーブをしたところで、2階も探索していきます。あれ？絶対このコーヒーに何か仕掛けてあると思ってたのに。スペースキーを押してもクリックしてもおならしても何も起きない。と思ったら意外なところにあった。あのポテポテにも慣れてきたな。どこから来るのか大体わかるようになった。私の予想、このベッドにある。予想変更、この机にある。予想変更、棚にある。予想変更、左の窓。よし、完璧な推理で当てることができた。あれ、一個足りない。
他の部屋にあるのかな？こことか。うわ。まさかのバッドエンディング。普通にあれなら逃げ切れたと思うんですが。うわ、この画像が一番怖いかも。いろいろと探索してみたら、こんなところに4つ目のジャガイモがありました。これで全てのジャガイモが揃ったので、ブルーエンドに行けるでしょう。何度か見てるとジャックオーランタンに見えてくるな。なんで普通のジャガイモが光るんだよ。どういう仕組み？どういう仕組みで鍵になった？さっきから思ってたけど、喋ってる間にポテポテに襲われてもおかしくないのでは。いや、普通に帰れちゃったよ。だったらバッドエンドのあれは何だったんだ。そしてあっさりとクリアしてしまった。ここのジャガイモを集めると玄関の鍵になるという意味不明な展開でしたが、面白かったです。そしてカラフルなのが余計に怖い。はい、というわけで、ポテポテは終了となります。ジャガイモに襲われるという斬新な発想が面白かったです。ホラーゲームとは言ってもびっくり要素などはないので、ホラーが苦手な方でも十分楽しめると思いました。この動画の概要欄にゲームのリンクを貼ってありますので、皆さんもぜひ遊んでみてください。それでは、また次の動画で。